フリーの岩谷です。よろしくお願いします。昨日、小沢幹事長が、定例の記者会見の中で、キャンベル国務次官補が訪米を要請し、でそれに応える形で、訪米するに際しては、オバマ大統領との会談をセッティングするように、求めたというですね、話が出ました。これをどういうふうに受け止めるかなんですけれども、訪中団をですね、組織して中国で手厚い関係を受けた後、アメリカにもですね、言ってみれば手厚い関係をしてくれというふうに言っているようにも見えますし、アメリカの従属アメリカにはい短くします。こうしたあの外交の一つの外交だと思うんですけれども、小沢的外交手腕みたいなものをですね、小沢さんの立場からどのようにご覧になっているか、ご評価願いたいと思います。これはキャンベル国務次官補がそういうふうに招きをしたというふうに言われた、それに応えたものだと考えております。したがって、アメリカ政府としての、正式な、そういった発言だと思いますので、与党第一党の幹事長に対して、そういうお話があったということは歓迎したいというふうに思います。その後、大統領に会うか会わないかとか、そういう話については私は詳細に聞いておりませんので、今後の問題だろうというふうに思います。いや、関連する質問でございます。なるほど、ちょっと今日は質問を短く聞いてください。お願いします。皆さんのため以上です。関連質問です。共同通信です。外務省としては、FM 協力を組んで、全面的にバックアップするというふうな考えでよろしいでしょうか。基本的には、そういうふうに考えて、全面的にという表現がいいかどうか分かりませんが、与党代表の会長が補正されるということであれば、しっかりバックアップしたいと思います。関連質問です。これはキャンベル次官補と小沢幹事長の会談の際に幹事の方から政策についてはこれは政府の問題であるというふうに提言されていますから、そういうご指摘が当たらないと思います。すいません、再びで、岩上です。小沢さんとキャンベルさんがお会いになったのがですね、小沢さんの不起訴決定の前日であったということが、これが偶然であったのかどうかちょっと分かりませんけれども非常に重要な、非常にデリケートな時期にですね、キャンベルさんがわざわざ小沢さんに会いに行った。アメリカ側はある程度こう不起訴になるというような見通しを持たないとですね、このような重要な会談を持てなかったのではないかなというふうに思うんですけれども、この辺はいかがでしょうか。タイミングの問題については我々も関与することはありませんから、アメリカ政府のあるいはキャンベル氏個人のご判断ということだと思います。先輩関連して大丈夫です。三木新聞の滝本です。先ほど どなたかのご質問であったゴールデンウィークの時期がそのテーマの決着の時期と、近いということの関係というのはどのようにお考えかということで、お答えいただきたいと。先ほどお答えしたつもりですが、政策とは政策については政府だという、そういう前提のもとでの訪米ですから、ご指摘はならないというふうに思います。